はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はね、僕の大好きお気に入り耐練用のジェムをピカピカにポリッシュしてきました。2000番のポリッシュ仕上げということで、曲がるボールをポリッシュしたらデイリーで使えるのかどうかっていう動画を撮ってみたいと思います。興味ある方はぜひ最後までね、ご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それではね、2000番ポリッシュのジェム入っていきましょう。結構奥まで行きましたね。コンディションは42フィートで、今日はクリーニングをしていないレーンコンディションです。一般の方が投げた後に、リオイルですね、中間にオイルを足しただけということで、体感的には中は43か4ぐらいまでちょっと伸びとるねという感じですね。はい、2フレ。ちょっと中、さすがに天品、天品はね、いつものスイープハードです。はい、問題なし。天品はね、最近そんなにミスることがないんですけどね、つい先日行われましたシーズントラルもイージーミスっていうイージーミスはほとんどなかったんですけどね、シングルピンは1回も見せてないし、バケットをちょっとチョップしたとかそんなのあったけどね。はい、ちょっと左へ寄ってボール転がしに行きます。ちょっと転がって出たよ。おお、いや、これ気に入ったかも。吸い込まれていった、いいかもですね。ポイル強いポリッシュってありですね、これ。いや、なんか早いレーン用やのにこのままにしたくなってきた。これ出したら OK やったんで、今度じゃあ絞ってみよう。絞ってもポケットいてストライクやったらもうこのまま置いとこう。はい、絞りに行きます。絞りに行ったよ。うわあ、アンラッキー、来たと思ったのにね、今ね、試合じゃなくてよかった。よし、ちょっとじゃあこれはね、わざと真ん中からふんわり出しに行こうね。ふんわり出しに行ったら、やっぱりでも転がりはジェムやね、やっぱりね、変わらないですね。ちゃんと直進性が増えた、しっかり転がるボールっていうような感じに見えたかな。はい、もう一回行きます。で、島のねスペアとの板みたいにふんわり優しい投法です。ふんわり優しい投法、うわお湯使えば使うほど反動が出る感じですか、今のやったら。いや、結構ね、ストライクは数少ないですけど、これ出すもよし絞るもよしですね。まあレーンがいいのでね、勝手に出しときゃ帰ってくるレーンなんで、当然っちゃ当然なんですけど、これはちょっとオイルを長く使ってスペアに行きましょう。はい、長く使って、はい、ちょっとまあ若干のパー投げやったんで、若干のパー投げはやっぱりあえて滑っていきますけどね。
はい、ではもう一回絞りに行く。ちょっとさっき外すぎたんで、もうちょい真ん中を絞りに行きましょう。10とか12とかを絞っていくとどうでしょう。ああ、さすがにやりすぎ。キャリーダウンがもろ当たっちゃったですね。やっぱちょっとどういう表現がちょっとやっときながら言うのもなんですけど、やっぱりどっちかっていうとポリッシュしてしまうとクランカー向きな気がしてきたな今の見たらね。わたた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 た、これ届かんわ。あ、届いたわ。足がふにゃふにゃふにゃってやつ。やっぱ僕が今のこのいいなと思ったけど6フレまで投げた感じやったら、あ、やっぱりちょっとサンディングに戻すかな。ボールの数がね、契約プロみたいにめっちゃあったらね、こういうポリッシュとかしたボールを持ててもいいかなと思うんですけど、このボールの最大のパフォーマンスを発揮しようと思ったら僕は曇ってる方が好きかもですね。まあシチュエーションによりけりなんで、このレーンだったら、まあそもそもこのオイル量では使わないんですけどね、ジェムを。もう一回いきましょう。どう？あ、やっぱ激しいもんな。かなり激しくなるね、やっぱポリッシュしたら。その切れる激しいじゃないんですけど、オイルを使うととことん滑るし、オイルのないとこ当たるとバサってくるし、それがやっぱりジェムのいいとこは、それがサンディング加工なことによってこう当たり強く粘り強くなるっていうのかな。僕の中ではその当たり触りが少ないって言ったらちょっと語弊があるかも分かりませんけど、段差を感じにくくしてくれるボールやと思ってるんでね。正直パックン2っていうところがうちのオイルに当たっても負けないし、出しても適度に収まるしっていうのがジェムの売りかなと思ってたんで、ポリッシュしてしまうとちょっと扱いにくくなった気がする。ね、ピンアクションはやっぱりいいんですけど、滑りすぎるし噛みすぎるし、うん、なんか僕の中ではこのボールのパフォーマンスを生かしきれてない気がしてきたかな。まあ切れてくれるから、その光ってる方が奥右へ出して戻したい人にはいいかもわからないですけどね。だ右へ出しに行った時に打ちミスしてオイル乗っかりすぎた時抜けちゃうんやったらもう曇らしとけって思うんですけどね。こうやってね、出し戻しは効くんですよ、もちろんね。ピンアクションも今メッセンジャー出てきましたけど、あえて効くんですけど、あれが絞ってしまったとか打ちミスした時にごまかしてくれへんと思うんですよね、ポリッシュの分だけ。だからそういう意味では今のところ投げて出てもくすんで止まってブレーキかかって程よい曲がりで収まってくれるのならば、僕やったらこのボールは箱出しのままの方がいい気がするですよね。もっと回転のある人がやってみるとまた違うと思います。はい、まあ、ボールはええボールですけどね、扱いやすいもんね。あえて何も考えないとペンって投げといたら勝手に素早くなってくれるから、こんな楽なボールはないわと思うんですけど、まあ、だからね、僕の少ない回転でピカピカにするとこういう表現になるんで、まあ、もしね、高回転の翔吾君とか同じような内容やってくれたらまた面白いんちゃうかなと思うんですけどね。翔吾君とか翔太君に頼んでみましょう。はい、もう一丁。はい、まっすぐ気味ね。ほら、あれがね、
収まってくれたらあのままでいいやと思うんですけど、絞った時切れちゃうのよ。よし、じゃあちょっと最後はね、またゆっくり前へ行って一歩で投げて終わってみましょう。これがね、スーッとこういう感じになると、はい、やっぱり3回ぐらい曲がりましたね、カバーが強いんでね。はい、ということで本日のスコアは220点ちょうどかな。そうですね、はい、まあいろいろ当てずっぽい投げた割にはストライクいっぱい出ましたので、まあ僕ならばこういうボールでもいいシチュエーションもあるでしょうけど、まあやっぱり多分ね、試合に持っていくとすればまた最初の箱出しに戻して持っていく可能性が高いという結果になりました。はい、ということで本日の内容が良ければごめんね、また感じた方、本日の内容が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。